チャン・グンソク、5年ぶりのドラマ主演となる超話題作。8年前に起きた史上最大の詐欺事件と現在に発生する連続殺人事件。一人の刑事が2つの事件に隠された謎と真実を追うクライムスリラー。チャン・グンソクが刑事役を熱演。餌、日記、日本初放送。